一番庶民なのは誰？庶民王。金曜レギュラーなんですけど、向かって左からプリンセス、プリンセス、社長、私となっておりますと、はいはい、そうですね。スーパーで買ってきたものの値段を当てていただこうという企画でございます、はい、いや怖いなこの企画。まずですね、その現物の方を見ていただきまして、はい、テロップの方に値段を書いていただきます、はい、なるほど。でその値段に一番近い人に1ポイント、一番遠い人がマイナス1ポイント。なるほどな。最終的にポイントが一番多い人が庶民王となっております。それはそれで目悪かな。大丈夫ですよ、はい、食パンの値段は超熟、これ超熟計算でよろしい。超熟ですね。皆さん大好きな、これはしないと思うけどな。カットは6ということで、なるほど、結構いいところですよ。いやでも可愛いなんだろうな。お？一人だと6枚切りの食パンの値段ぐらいはね、スル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 当ててほしいなというふうに思うんですけど、結構迷わずにスッと書きはしました。え、早いな。特に悩む幅がなかったな、個人的には。これぐらいでしょうか。確かにね、さすがにここでつまずかれる方っていうのはおられないのではないかなっていうふうには思うんですよ。ほうほうほう、はい、近いじゃないよ。ちゃんとみんなまあまあ近いじゃないですか。ちゃんとちゃんと考えてるし。リズさんが、138円、リズキ君が168円、うん、で加賀美社長が128円、私が180円、はい、ということになっております。お、あ、一番低いのが加賀美社長ということで。あ、そうですね、128円、はい、うん、ちょっと前言いました、10円、20円、うん、138円、めっちゃリアルですね。それじゃあ狙ったんだけど、正解の方見ていきましょう。正解はこちらです、うん、158円。なんだと。なるほど、いつきさんが一番近かったということで1ポイントを与えられます。それで加賀美社長がマイナス1ポイントですね。残念でした。ポン酢の値段は、ちょっと待って、まあ、でもオークション開始じゃ2000円ぐらいから始まって、そうですよね、まあ頭で多分2万3000ぐらいで落ち着くのかなと思ってるんですけど。2万3000で落札できたら、まあ季節的には当たりかなって感じがしますけど。どこでも売ってるんですよこれ。そうそうそう、スーパーで買ってきてるんですよこれ、ポン酢は。あ、なるほど。スーパーってオークション形式で落とさないんですか。買い物じゃないですね。ヘルエスタ王国ではポン酢オークションで落とすんですか。いや基本的に食材はそういうもんだと思ってたんですけど、違うんだ。違います、全然違いますよ。あれ、結構割れたぞ。そう、割れましたね。これもっとすぐするやろ。リゼさんが333円、はい、リツキ君が500円、やばい、これまた安すぎたから、これ38円、私が298円、また安いかなこれ。もしかして特別に値引きされてる。やばい、安く仕入れてる可能性がある。これスーパーに行ってるでしょ。確かにこれスタッフの方がね、スーパーで買いに行ったということなんで、もしかしたら、はい、利用されてるスーパーが、はい、株主は高額で買ってるんでしょう、きっと。そういうのあります。にしてもちょっと安すぎるのかな、安いのかなこれ。でもポン酢こんなもんじゃないかな。マジか。ポン酢もちょっとね、その値段も気になるんですけど、はい、ちょっとね、リゼさんのちょっとやっぱり、ね、さっきから画面になんか、はい、気持ち悪い生き物が乗ってたりするのあれ、右下は何だろうな。いやいやいや、レオスさんのフリップの上にも乗ってるますけどね、今ちょうどいい感じに。同じものかなそれ、本当に。いや同じも、ちなみに今言うと左下は私が描いたものじゃないんですけど。あ、そう、はいはい、はい、まあ、ね、はいはいって何ですか。まあ右下はちょっと私がこういうアクセント入れるのかな。ごめんなさい、それ口から何出てるんですか。いやいや、下。あ、下なんだそれ。タンタン、雑談もしつつも正解の方見ていきましょう。じゃあ正解はこちらです。338円。しっかりしっかりしっかり。ゆずさんが一番近くてプラス1、いつきくんが一番遠くてマイナス1ポイントということです。あら、アルコールタオルの値段は、いや、あれ買ってたことある気がするぞ。これ多分ない、買ったこと、全然買ったことある、皆さんここやっぱりここ最近ですね、はいはい、買われる機会とても多くなってきたと思うんですよね、うんうん、ちょ、何枚入りですか。あ、何枚入り。80枚。80枚どれぐらい効果があるんですかこれは。基本
的に全て効果が 99. 何パーセントみたいなやつ、どれぐらい除菌できるんやそれは。いや待って、分からないな。おおよそ効果は一緒だと思いますけども、おリズさん400円、リツキくん320円、の鏡社長299円、私が320円ということで、おおよそここはなんか400円と割とかなり高めなってますね。強そうに見えた。こんなもんじゃないのこれ。2発ぐらい殴れば気絶はさせられるかなっていうタイプのフォルム、人のことを強そうかなって思って、ね、あ、武器として見てらっしゃるあれは、うん、そういうものではないんですよ別に、うん、じゃあ正解はこちらです。570円。ほらやっぱり、あーリーゼさんがこんなしたっけこれ。高っ。リゼさんがプラス1ポイント、鏡社長がマイナス1ポイント。皆さんの言うことを舐めすぎですよ。あれレモンの値段は、レモン、レモン1個の値段、いや果物わかんないな。今の季節ってレモンどうなんだ。レモンどうなの。確かにシーズンとか、あと産地でもね若干変わってくるのかなっていうふうに思いますよね。国産ですか、それとも外国産。外国産で想定してみますかね。じゃあ、いやでも結構フルーツって高いイメージが。そうですよね。いやわかんないな、レモン一玉の値段200円、150円、88円、110円と。あれ基本なんか、あれなんかまあ、え基本的にリゼさんとリツキ君と私の値段はだいたい100円は超えてるっていうのはおそらく思う、分かるんですけど、なんかさっきから社長が結構激安スーパーで買ってるのかなっていう風に思わなくもない値段でして、いやでもこんなものじゃないかまして。では正解の方がこちら、138円。しかもこれはあ、でもあ、リツキさんがプラス1ポイントでリゼさんがマイナス1ポイント、一番遠かったということで、あら食紅の値段は分かるわけないよ。食紅の値段、あでも食紅買ったことあるんよな。結構あのちっちゃい、あでも使う機会がないですからね。正直言ってお菓子とか作る人は買うのかな。そうですね、そうそう、クッキーの。あーそれはどれくらい入ってるんですか。ちなみに120円、120円、218円、200円。なるほど、あなるほどね、女性陣が120円、どちらも、うん、缶ジュース1本分ぐらい。なるほど、もうちょっと、うん、それで我々が、まあ、200円前後ということで、うん、完全に分かれましたね、はい、本当に分かれます。いやこれはどうだろうな。どうです、めちゃくちゃ買うものじゃないから。そうですよね、このぐらいの値段してそうな気がする、うん、148円。なるほど、リゼさんとリツキさんが、プラス1で、鏡社長がマイナス1ポイントということで、はい、これでもう完全に結果が出ましたね。もう計算していただく必要もないとは思うんですけども、はい、ね、もしかして決定しましたか、いろいろと。いや、そんなことはないんじゃないかな。庶民王がですね、リゼさんとリツキくんがプラス2ポイントで、最下位が鏡社長のマイナス3ポイントということで、まあ、庶民王はリゼさんとリツキくんでした。おめでとうございます。